はい、どうも皆さんこんにちは、リボン鉄道チャンネルです。今回の動画はですね、長崎電気軌道の赤坂から石橋までの間をね、移動してみてね、長崎電気軌道の面白い点などを紹介していきたいと思います。長崎電気軌道といえばですね、運賃が130円と非常に安いことで有名な私鉄の路面電車でございますね。3月中旬より長崎電気軌道では長崎にもかが使えるようになりました。従来型の長崎スマートガードはですね、今年の夏頃にサービスが終了するといったような流れだそうですね。運賃箱を見ていきたいと思います。このようにですね、ニモカと長崎スマートカードの両方に対応していることがわかります。ちなみにチャージなどに関してはですね、ニモカしか対応していないそうですね。このように自動チャージができるのはですね、長崎ならではの特徴と言えるでしょうか。一方スマートカードはですね、チャージなどはできず支払いのみ使うことができるといったような感じだそうですね。 IC カードリーダーはいつでも撤去ができるように仮設のものへとなっておりましたね。そして路面電車の入り口にはですね、コロナウイルス対策のためポリエチレン手袋が置かれておりましたね。利用客の多くはですね、この手袋を装着してね、つり革を握っているそうです。あっという間に手が痒くなりますけれども、その他にも長崎電気軌道はコロナウイルス対策のためにいろんなことをやっておりまして、客室と乗務員室の区切り本当はないんですけれども、このように透明なものでね、仕切りを行っているといったような感じだそうですね。ということでここからはですね、沿線の紹介をしながら多彩なアングルからのね、走行動画を流していきたいなと思います。赤坂を出発しました列車は住吉、千歳町の順に停車。赤坂行きの列車が止まっております昭和町通り電停はですね、総福寺蛍茶屋行きの列車は通過することになっております。以前は昭和町通り電停には上下線ともに路面電車が停車していたんですけれども、千歳町開業とともに現在の状態へと至りました。ということで岩屋橋電停を出発するとですね、列車は併用軌道区間から専用軌道区間へと入ります。専用軌道区間内にはですね、浦上車庫という長崎電気軌道の中で最大の車庫がございます。長崎電気軌道の車両の整備や点検などは全てここにて行うといったような感じでございます。そしてですね、引退した車両も浦上車庫にて管理がされているといったような感じでございますね。ということで浦上車庫電停を出発、浦上車庫と原爆資料館の間はですね、専用軌道区間に電停を構えているそうです。国道沿いに立つ建物の裏側を路面電車が走行する風景はですね、非常に迫力がございますね。専用軌道区間内にはですね、一部歩行者専用の第4種踏切があるようです。先ほどまで専用軌道区間を走行していた路面電車がなんとトンネルの中へとね、入っていってしまいました。これは一体どういうことなんでしょうか。近くの標識を見ていきたいと思います。このようにトンネルとですね、ちゃんと明記がされていますね。その他にも他の標識にはですね、前方注意と書かれていたりして、路面電車とはいえど厳重な看板が連なっているなともね、感じましたね。トンネル走行イコール郊外の印象が強いのでね、路面電車がトンネルを走行するってどういうことだよと思われる方もいると思います。先ほどのトンネルの正体を申しますと、長崎西洋館というね、長崎電気軌道が管理する商業施設なんですよね。長崎電気軌道が駐車場として使っていた用地をですね、商業施設にしたということで、五香区と同じ生い立ちを持つ建物なんだなとね、感じましたね。そのため長崎西洋館の一部はですね、長崎電気軌道の専用のトンネルとなっているんですよね。そしてトンネルを抜けたすぐそこにはですね、長崎電気軌道の原爆資料館電停がございます。長崎電気軌道側はですね、本当は長崎西洋館のあのトンネル区間の中にね、電停を作りたかったそうですが、運輸局から許可が下りなかったということでね、現在のような形となっております。ということで原爆資料館電停を出発してからはですね、併用区間内へと戻っていくそうです。ちなみに専用軌道区間から併用軌道区間へと戻る際はですね、このように行動を大きくまたいでしまうことになってしまいますね。そのため車通りを極力妨げないために信号機や少し特殊なものが採用されているそうです。ということで長崎駅へとやってきました。長崎駅にてですね、1号系統と3号系統の走行経路が変わります。1号系統の路面電車はですね、長崎駅前より直進したんですけれども、3号系統の路線に関してはですね、長崎駅前より左側へとね、分岐していくといったような感じだそうですね。路面電車のポイントレールも付近の信号機とね、多少連動しているそうですね。今回の動画の目的地は石橋電停であるため、3番のね、路面電車を見ることはもうないと思います。ということでね、長崎駅前電停より直進した1番はですね、出島へと至ります。出島と聞くと江戸時代に貿易の中枢として栄えたあの出島を思い出す人も多いと思います。ただでさえ埋め立て地であった出島はさらに埋め立てられて、現在は跡形がないんですけれども、近隣には資料館などが多く残っています。
います。ということでね、出島を出発した路面電車はですね、すごく細かい道へとね乗り入れていきましたね。出島より新地中華街方面へとねこの電車は向かっていくそうです。そしてですね、出島電停の近くにはですね、ちゃんと出島があったということでね、アスファルトを使って旧出島の敷地をね記してくれてるそうですね。これで言うと左側の場所が出島だったということらしいですね。最近ですね、出島は表門橋が復元されたということでね、現在も日本国内外のあらゆる観光客からある程度の人気をね博しているそうですね。長崎ではですね、出島の他にも多くの観光地がございますので、もし観光に来られる場合はですね、下調べをするに越したことはないと思いますね。出島電停を出発して左折した路面電車はですね、新地中華街電停に至るまでこのように非常に狭い併用軌道区間を走行いたします。電車はともかく自家用車が非常に走りづらい道路なんじゃないかなともね思いましたね。ちなみに出島新地中華街間の併用軌道区間はですね、非常に幅が狭いんですけれども、路面電車に関しては複線区間となります。しかし道路の道幅が狭く、その上路面電車が頻繁に走るとなるとですね、やはり自家用車が邪魔になって、走る速度はおのずと低速になってしまうみたいですね。確かこの区間だけはですね、自家用車が軌道内に少しだけ侵入してもそこまで咎められない区間だったんじゃないかなとね思います。はい、ということで新地中華街電停へと到着いたしました。赤坂から石橋に向かうにはですね、必然的にこの電停で乗り換える必要があるわけです。そしてですね、電停にはですね、使用済みポリ手袋入れがございましたね。それと停留所にはですね、長崎スマートカード利用終了の旨のご案内と、乗り換え箇所が追加になる旨のね案内の2つの案内がございました。現状は新地中華街電停でしか乗り換えはできないんですけれども、新たに市民会館電停にてね乗り換えができるようになるそうです。それとですね、現在は乗り継ぎ券を用いての乗り換えが主なんですけれども、今後は IC カードを使った乗り換えが主になるといったような旨のねご案内もございましたね。ということでね、1番系統の電車が出発してすぐに5番系統の石橋行きの電車が到着いたしましたので、この電車にですね乗っていきたいと思います。この電車でですね、石橋まで向かっていきたいと思います。ちなみに新地中華街電停付近はですね、信号機がおかしいほどないんですよね。そのため長崎新地ターミナルというターミナルがですね、この付近にはあるんですけれども、警備員を雇ってね、行動への誘導を行っているといったような感じだそうですね。ということで新地中華街を出発した石橋駅の電車はですね、松ヶ谷ふ頭が近くにございます広い道へと出てきましたね。ここでですね、先ほどまで辿ってきた経路をですね振り返っていきたいと思います。私は出島電停より新地中華街電停を経由して現在おりますメディカルセンター電停までやってきたわけです。簡易的な図で表すとこんな感じ。これだとね、少しばかり遠回りな気がするんでね、このような短絡線を作ることはできないのかなと個人的に考えたんですけれどもね、なんと長崎電気軌道の中でもですね、このようなね議論が進行しておりまして、出島電停からメディカルセンターまでをつなぐ短絡線の構想というものがですね、結構現実味を帯びてきているようですね。ということで大浦海岸通り電停へとやってきました。これより先ですね、この電車は単線区間へと入るそうです。対向の電車がですね、あちら側に止まっておりますね。あの電車がですね、大浦海岸通り電停に入線してから私が乗っている電車は出発するといったような感じだそうですね。5番系統の路線に関してはですね、大浦海岸通り石橋間が単線区間となっております。これにはですね、まあまあ大きな理由がございますのでね、まあ後ほど紹介していきたいなと思います。確かに今まで伏線だった線路が単線へとなりましたね。ちなみにですね、単線の路面電車あるあるなんですけれども、交換設備があるのかなと思われる方も結構多いと思いますが、長崎電気軌道においてはですね、単線区間において交換設備というものはないそうです。これは大浦海岸通り石橋間の距離がそれほど長くないことによるね理由でね、そうなっているんですけれどもね。大浦海岸通り電停を出発した路面電車はですね、道路の左端を走行しているようですね。この区間が単線区間である理由はですね、この付近の道幅が非常に狭いことによるものなんだなということがね、新たに分かったかと思われます。しかし長崎電気軌道はですね、単線区間においてもですね、ある程度の工夫をしているんですよね。そちらを紹介していきたいと思います。単線区間にございます大浦天主堂石橋電停にはですね、2個のホームがございます。線路は1個しかないのに不思議ですね。これらのホームが2面一線になっている理由というものはですね、方向別による5乗の防止が一番大きいのじゃないのかなと思います。その他にも方向別による駅のホームの混雑の緩和というものもね、理由にありそうです。ということで石橋電停に到着した電車はですね、すぐに折り返していきます。石橋電停に到着いたしましたので、今回の動画はこれにて終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。
今回はご視聴誠にありがとうございました。おすすめの動画を貼っておりますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録もぜひともよろしくお願いいたします。右にある私のチャンネルのアイコンからチャンネル登録ができます。